んにちは、日野です。まあ、毎日毎日ね、できるだけこうスイッチを押して動画を撮っていってるんですけれども、この前金沢行ってきたっていうことを少し前の動画でお伝えしたんですけども、金沢の前に山城温泉っていうところに行ってきたんですね。これ金沢の少し手前あたりに山城温泉とか山中温泉っていうのがあって、で僕自身、今回たまたま見てみたんですけど、非常にいろんな温泉ですからね、旅館とかありまして、で今回泊まった宿泊させてもらった旅館も、もう50年の歴史があるということで、それはたまたまインターネットのサイトで見て、あ、これいい空間だなっていう、部屋の状態を見てね、部屋がいいなと、ここ泊まりたいなと思って泊まらせていただいたんですけども、だからそういういい空間にで過ごすっていうのは、なんかすごく僕にとっては重視する目に今なってますね。できるだけいい空間、前も言ったんですけども、やっぱり自分とこの空間っていうのは一体なんですね。だから自分の状態を良くしようと思ったら、自分の食べ物を変えて、生活パターン変えてっていうこともやっていく必要はあるんですけれども、同時に外側の空間っていうのを良くするっていうのもすごく大事なんですよ。で今は環境的に見ていくと、やっぱその電磁波とかの問題がかなりあるような気がするんですよね。でスマホとか携帯とかで電波が飛び交っている、そういう状況の中で電磁波の影響を知らず知らず受けている。電磁波だけじゃなくて、いろんな PM2.5 とか、空気環境もあまり良くないかもしれないし、放射能問題も終わっていないということを見ていくと、そういう空間が良くしていくっていうのも大事だと思うんですよね。どんなにうちがその食べ物とか変えて肉体を良くしようとしても、外の状態が悪ければやっぱり影響を受けてしまうわけです。だからそういう意味で、いい空間に身を置くっていうのはすごく大事だと思うんですよね。でだから空間っていうのは僕自身の中ではすごく今重視してるところですし、今いる空間をできるだけ良くしていこうという意識があるんですよね。で結局その何をしても続かないところ、前も言ったと思うんですけども、何をしても続かない場所ってあるんですよね、見てると。結局もうすぐ入れ替わって、また次来るけど、そこもまたすぐダメになっちゃうっていう場なんですよね。でおかげさまでというか、僕自身その店の場所っていうのは、10年ぐらい前からその場を良くしたいっていうのはずっと思ってて、いろんなことをしてきたんですよね。でその中で最近そのロゴストロンっていうのに出会って、ロゴストロンの、琴玉手箱とか、家具土っていうのがあるんですけど、そういったもので磁場調整、磁場を整えるっていうことをしていって見てるんですけど、これは偶然かもしれないんですけれども、周りのそのビル、ビルの1階にあるんですけども、そのビル自体が今非常にこう繁栄してきてるんですよね。それまではですね、なかなかこう前塾だったんですけど、そこが開いてガランとしてしまって、そこからなかなかその借り手がなかったんですけども、その場を僕、うちのおかげっていうことでは全くないんですけどね、たまたまなんですけれども、そういった場の改善をしていく中で、自分のその店の空間だけじゃなくて周りの空間にも影響を与えてるのかなっていう感じがややしてるんですよね。で、周りの人たちがどんどん埋まってきて、今すごく人も来てるんですよね。でそのダンスの、ところとか、あとクモンさんが入ってたりとか、2階3階4階全部埋まってきて、でそこに人もたくさん来ていると。だからそういう店の周りの空間が発展していくっていうのは、なんとなくそれは嬉しいことですよね。
で、だから結局自分と、自分の周り全部が発展してこそ本当の発展繁栄だと思うんですよね。自分のところだけが発展すればいいではなくて、周りも一緒に発展していく、ね、そういう感覚ですよね。で、自分の店だけじゃなくて、自分の同士、同じようなやっぱ店頑張ってるところも多々ありますので、そういったところ全てが発展していくっていう、そういう気持ちでやっていくっていうのも大事だと思いますし、自分だけがっていうことになっちゃうと、それはどこかでしっぺ返しが来るような気がするんですよね。だからこの自分だけの肉体を良くするっていうことではなくて、この自分の肉体も周りの空間も共に良くなって発展していく、自分の家の空間も良くしていく、でその家の周りの空間も良くしていく、地域を良くしていく、で社会を良くしていく、国を良くしていくっていうことにつながっていくと思うんですよね。初めから世界がどうだって、世界が平和にとかっていうのはやっぱ綺麗事だと思うんですよね。まずは自分を愛して、でも根本は自分ですよね。自分を愛さないことにはどんなに周りを愛そうとしても、これ本当の意味で愛せないと思うんですよ。で自他共になんですよね。やっぱり自分も他人も、自分の内側も自分の外側も、愛していくっていう決意、それがあればですね、多分全てうまくいくと思うんですよね。後ろから救急車がねちょっと来てるんですけれども、こういう時は止まる方がいいでしょうね。ということでちょっと途切れましたけれども、自分も周りもそういう空間をね、そういう気持ちが大事なんじゃないかなと思うんですよね。自他ともに発展していく、その気持ちがですね、全体発展の気持ち、全体発展につながっていくっていうことですね。ということでね、自他ともに発展していくということを意識してやっていきましょう。今回は以上になります。ありがとうございます。